はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回引くのはこちらですね。9月7日23時59分までギリラ無料ガチャ、まだ終わってね、スペシャルガチャが1回無料で、引けますよということなので、まあね、これを引かせてもらおうかなと思います。まあまだ終わってねに関しては、まだね、本体ゲットできてないというか、1枚も出てないので、集中トレーニングもね、まだ終わってねを編成して育成しようっていうことができてないので、まあとりあえず1枚出てくれたら嬉しいかなというとこですね。はい、ということで行ってみますか。で、あとね、メモリアルジェム500が来てるんだけど、これの使い道に関しては少し迷っていて、まあこの祭りガチャとか引くとしたらありなのかなとか思ったりもしてるんだけど、ただまあブルージェムね、常設の方を温存するのであれば、何か単発ガチャを2回引くもありなのかなとね、今までもなんかそれでちょっとしのいできたところはあったんでね、それに関してはまだちょっと迷ってるんだけど、まあ、メモリアルジェムが、使用期限9月8日23時59分までなので、まあ、これに関してはね、まだちょっと、猶予があるから、様子見ようかなというとこですね。はい、ということで、まあ、今回のゲリラ無料ガチャはこっちなので、これね、引いていこうかなと、思います。で、交換ポイントもね、121まで来ているので、今回の11連引くと、131になるってことで、あと2回でね、一応交換所で150で交換できるから、どうなのかな。場合によっては何も収穫なかったとしても、これをちょっと、引いて、これにもポイントつくみたいだからね。150まで貯めて、まだ終わってねえだけ回収するっていうのも集中トレーニング参加したければありなのかなと思いつつ、まあちょっと迷ってるね。まあでもゲリラ無料で引けちゃえばそれが一番なので、とりあえず今回はね、ゲリラ無料ガチャ、引いていこうかなと思います。ということで、行ってみましょう。いけ!さあどうよ。まあ、まずはね、ここでちょっと確定演出があると嬉しいんだが、OKOK なんかありますね。まあ、あとはすり抜けでなく、きっちりね、ピックアップ、来てくれると嬉しいぞというところですが、ウェドネスデイト。なるほどね。はい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 。ウェドネス55だった気がしたから、これで60かな。ちょっと不敵な笑顔のクオンに囲まれて、何人出てくんだよ。全く同じやつ、4人出てきましたね。んで、引けたのはウェドネス。まだ終わってねえわ、なしと。そうかちょっとね、秋のエゴイストフェス、祭りガチャ5回というやつ。まあ、これに関してはね、通常枠 3.5% の、通常枠 3.5% の特別枠 30% で、祭り枠1枠が、50% だよという。50% をね、当てられればいいんだけど、50% 外すとね、ちょっと悲しいんだよね。で、一応ね、キャラ器具 3% で入ってるよということなんですが、まあ、3% って言ったら、キャラ器具の入ってる枠自体は1枠だから、1日1回単発がね、星 3.5% なのを考えると、キャラキングの枠1枠しかないから、1日1回の無料で星3当てるより難しいってことでしょって思ったら、まあなかなかこれで出るとは思いにくいよね、みたいな。そんな感じなので、ちょっとね、キャラキングを狙って引いてみるのはきついのかな、みたいに思っちゃってるんだけど。まあ一旦ね、ウェドネスは引けてるので、くっつけるだけくっつけておきますか。やっぱ55だから、これで60ですね。まあ、もう一回引ければ、とりあえずトレーニングも、解放されるし、それなりにね、テク育成なら使えるのかなというところではあるんだけど、まあまあまあ、もう一息かな、というとこですね。まあ、65になれば、ドリブルの演習率アップとか、新しい練習カードとか、めくれるので、こっからかな使うにしても。で、今、テク育成をしようとしたらね、
生まれる国を間違えただけです。死んでも勝つ。イマジナリーフレンドの3枚でやってるので、まあ、死んでも勝つとチェンジかなとは思うけど、スペレクが解放されてるかどうかっていうのが結構でかいので、まあ、なかなかちょっと65でもどうなんだろうね。っていうような気はしてるんだけど、ただまあ特殊能力とかの差もあるので、やっぱ新しいカードの方が強いは強いんだろうなという部分もあるから、まあ65まで行ったら、生まれる国を間違えただけです。イマジナリーフレンド、ウェドネスデイでやってみるのもありかなとかね。そんなとこですね。はい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 。まあ、あとはね、75で止まってる、ここで終わったんだと生かすかっつーの国神絡みのカードね。この2枚はね、ちょっと80に頑張ってあげたいなと思ってるとこなんで、そっち出てくれた方が実は嬉しかったかな、みたいな、部分もあるんですが、まあ、ゲリラ無料なんでね、出てくれただけありがたいところもあるから、ちょっと待って、間違えた。まあ、そんなに高望みはできないけどね、と、いうとこかな。で、ちょっと、500のね、メモリアルジェムの使い道の話で言うと、エゴイストフェスのね、ガチャ引くかどうか迷ってるって言ったんだけど、まあ、これに関してはね、おまけで、まあ、ガチャを引くとね、こういうのももらえたりするんだけど、その中でね、4回目と5回目まで引くのであれば、生かすかっつうのの、ピースがね、10ピース、15ピースともらえるので、まあ、5回目まで引くんだったら、ガチャとは別で生かすかっつうの1枚当てたのと同じになるのかって思うと、まあ、そこはね、ちょっと気になるんだけど、手に入るのがね、5回目まで引いた時だけなので、まあ、1万5千だとね、っていうね。そうだね。で、赤器具1個取れてもな、とかいうのもあるので、どうかな。ちょっと日付変わったらね、またなんか新しいガチャ来る可能性もあるから、そこでね、メモリアルジェムの使い道に関しては最終的には決めようかなと思ってます、という感じですね。はい、ということで、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。